今回からですね、えー、短編動画をこう定期的にやっていきたいと思うんですけども、まあ、定期的に言っててもおそらく不定期投稿になってしまうのかなと思うと思うんですが、えー、ちょっとね、 まあこれマジシャンの間で流行ってるかどうかって言って言われたらね、えー、もしかしたら流行っていないのかもしれませんけども、ただ少なくとも私が知っている限りでは二人のマジシャン、まあ言っても大御所のマジシャンが、えー、まあ動画上でこう、ツイッター上でこう上げていたものになるかと思います。えー、謎コードってご存知でしょうか、えー、これね、 えー、意外とマジシャンの方でもほんの一部、まあ一割にも満たないんじゃないかなと思いますけども、えー、そういう、 まあ、なんでしょうね、まあ、謎行動選手権というものがです、ねえー、どうもあるらしくてです、ねまあ、別に私はそこに出場するというわけではないんですけども、まあ、ちょっとそういうものもあるんだよということを、ねえー、ちょっとやっていけたらなということでね、えー、短弁動画ということで、ね、上げさせていただければなと思っております。で毎回一発勝負とといいうことでやらさせてててただきましてまししずは1枚そして2枚3枚4枚そ 最終的にこう増えていきまして、えー、最終的にはこれ箱ですね箱を取ることができれば、えー、まあそれは謎行動選手権の方はまあトップらしいですただ、えー、これ全てできないとダメらしいのでねそんな簡単にできるわけが多分ないと思いますまあ少なくとも1枚取るのも難しいんじゃないかなと思うんですよねまあちょっと皆さんもぜひちょっとね練習していただければなと思うんですけども、えー、私はね一発 勝負でね、えー、ちょっとやらさせていただきたいと思いますので、えー、謎行動、まあ、こういうことなんですよね。ということで、今回、ちょっと実演の方をね、ちょっとやらさせていただければと思います。で、毎回このような形でお送りするんですけども、短編動画ということで、えー、5分以内。 1>, えー、1分以内の可能性もありますね。だからそういった動画が今後多くなってくるのかなと思います。こういうのですねこう上げて、えー、今ちょっとキャッチ失敗しましたけども、こんな感じでキャッチして成功すれば、えー、これが謎ードですね、えー。これがね意外と、ね、難しいんですよ、えー。この1枚だけでですね、えー、取る確率なんですけども、50%より低いです。えー、50%より低いというのはですね、 まあ普通取る取らないで、まあおそらく50%って決まってくるのと、とあ、失礼しました。決まってくるとは思うんですけども、はい。おそらくね、えー、50%より低いと思います。はい。ちょっとすいませんね。ちょっと固定できてないんでね、ちょっとさっきからちょっと倒れっぱなしなんですけども、はい。 えー、ちょっと申し訳ないですね。えー、こんな感じで、えー、カードを、ね、こう端っこにこう置くんですよね、えー。机の端っこに置いて、弾いてあげて、こうやってキャッチするというのが、これが謎行動ということになります。これ、えー、一応1枚でやるとすると、えー、成功率は42%、まあ、そのくらいですね。 で、えー、2枚でやるパターンもあります。2枚は、えー、成功率が一気に下がりまして、15%になりますね。えー、なので2枚なんてもうね、当然できるわけがないですね。ま、両手でキャッチしたのでね、えー、できるんですけども、あわよくはこれ片手でキャッチしないとダメらしいです。なので、えー、相当むずいですね。はい。 で、えー、そこから3枚、4枚とこうやっていきまして、えー、最終的には箱でやるということらしいですね。箱でこれをやるというのは、これはなかなかですよね。箱というとね、ほら、厚さもありますしね、これね。むしろ箱の方がちょっと簡単だっていう方ももしかしたら中にはいらっしゃるかもしれませんね。今、たまたま成功したんですけども、はい。 えー、こんな感じでね、箱で、こんな感じでね、キャッチするというのが、これが謎行動というものがあるらしいんですよね。ということでね、今回ちょっと謎行動の紹介をしつつやっていったんですけども、えー、もしよかったらですね、ぜひ皆さんも実践してみてはいかがでしょうか。で、えー、私がね、えー、知っている中ということでこれをやっていたのは、 えー、カラクリドール先生、そしてミスターマリック先生、このお二方でございました。えー、まあおそらく YouTube の動画上とか Twitter の方におそらくね、過去の動画探っていけばあるかと思いますので、ぜひそちらの方も覗いてみてはいかがでしょうかということで、えー、他の YouTuber さんもちょっとね、えー、説明というかですね、えー、ちょっと宣伝をさせていただければなと思っております。 ということで、ね、最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。今回ちょっと5分より長い動画になってしまったんですけども、えー、次回以降、こういった謎行動に関しましては、一発勝負ということで、5分以内、1分以内の動画を目指して頑張っていけたらなと思っております。えー、超短面動画、えー、ご視聴していただき、ありがとうございました。